パレスチナ問題は難しいです。関連する話を聞いてください。トランプのエルサレムをイスラエル首都と決定した事件。自民党の佐藤正久のハマスはテロ組織だとの発言。防衛大の立山教授の違和感の表明。早稲田大の岡真理教授の問題提起です。じゃあ、聞いてください。I have determined that it is time to officially recognize 今こそエルサレムを正式にイスラエルの首都と認める時だと決断した。パレスチナ自治政府が将来の独立国家の首都にするとしていた東エルサレムを当時アメリカのトランプ大統領がイスラエルの首都にすると突如言い出したのです。エルサレムは私たちの永遠の首都であり、パレスチナ国家の首都であり、エルサレムのアイデンティティはトランプやネタニヤフの決議によって変更されることはありません。そうですか。佐藤さん、どういう人物を見ますか。まあ、いずれにせよのテロ組織のトップだということには変わりはなくて、しかもテロ組織のトップが海外でそれなりの暮らしをしていると。海外にいるハマスの幹部はそのイスタンブールとか、そういうカタールとか、あるいはレバノンのベイルートとか、そこにやっぱいますから、だからこのガザ地区の中にいる政治局の人間とはまた若干多分違う存在であり、暮らしもしてるんだろうと思います。だからガザ地区の国が、日本はいろいろあってテロ組織はしてませんけども、ハニヤ氏はに対しては制裁はかけてますから、日本政府もテロ組織のやっぱり親分ということには変わりなくて、そうですか、もうそれなりの、テロ行為今までやってるということには変わりはないと思います。いや、ハマスの幹部というのはいろんなところで殺されていますから、誰が殺したかは明確なわけですけれども、ですからそういう意味で非常にセキュリティを厳重にしながらいろんなところを移動しなきゃいけないということになれば、こういう結果になるんじゃないかと思うんですね。やはり、はい、そのハマス、もちろんハマスも腐敗しているというのはよく言われます。でもハマスの指導者たちは結構製品というような感じのイメージをパレスチナ人の多くの人も持っています。それは現実に、例えばイスマイル・ハニーヤの場合もずっと外に出るまでは難民キャンプの中で暮らしていたんですね、普通の難民キャンプのシェルターと呼ばれている家で、ですからそのなんか豪遊している人たちというイメージはちょっとかなり違った。そうです、私はものすごく違和感を感じます。違和感を感じる。そうですか。そうか。これは本当に日本で報道されていることの真逆なんですよね、はい、そのイスラエルとファタハ主導の改革穏健派のファタハが和平を求めているのに、ハマースがイスラエルの殲滅を目指していて、はいはい、でも結局占領からの解放というような、それ主権を持ったパレスチナ独立国家ということを求めている。そして国際社会が認めている難民の帰還権とか、それをまたハマースは決して手放さない、はいはい、でその者たちを殲滅させるために完全封鎖して、でも今年で17年目に入ります、イスラエルがね。はい、そうです、はい。でその中で2018年からは帰還の大行進といって、はい、国際社会が見つめているパレスチナ人の民族的権利である故郷帰還の実現ですね、はい、そしてこの国際法違反の封鎖の解除、はい、それとトランプ政権が認めてしまったエルサレム、はい、エルサレムへの大使館移転という、はい、それに抗議して、あれと最初の2つの実現を求めて帰還の大行進というのを行っていた。でその非暴力のデモに対してもイスラエルは攻撃で応答してという、だからそういう でしかもこの17年間も封鎖されているという中で、でアラブ社会はどんどんそうした犯罪的なことをずっと行っているイスラエルと和平条約という、もうだからまず国際社会はガザのことを見捨てている、うん、その封鎖される中で生き地獄と言われるような状況の中にある、はい、でもパレスチナ人がガザでそこで生き地獄で苦しんでいる、でもそれは全然世界に何の通用も与えない、はいはい、
どころかアラブ諸国はイスラエルと和平条約を結ぶという中で、だからなんかこういう状況にしておいてですね、はいはい、他にどういう反応を世界は期待しているのか、思います。